8月20日のおたちゅうさんに来てます。で今週出た景品一通り取っていきたいなと思います。結構景品今日は余っているんで、まあ、かなりやる量多いんであんまりいろいろ試したりしないでどんどん取っていきたいなと思います。ちょっと斜めの形を作っていこうかなと思います。あんま良くないですね、こういう沈み方は。角度をつけたい。よいしょ、これで斜めに、あんまりなんないですね。寄せをちょっと強めに変えてみて、横にしていければ結構通せると思うんですけど、あーやばい、横になりすぎたか、これまずいな。一応右移動いっぱいで手前持ち上げてどんな動きするか試そうかなと思います。ちょっとまだ重心がよくわからないです。これで、おー回りましたね。あともう平行移動すればね取れそうなんですけどね。とりあえずバークロスして箱を時計回りに回転させて手前が外れればいいなって感じで、これで、あー取れましたね、よかった。一応個数制限2個までなんでもう1回やってみようかなと思います。やっぱり自力ゲットできないとスッキリしないですよね。まあ、頭重心気味だったんで、まあ本当は手前に引っ張りたいんですけど、1手目が奥に進んだんで、奥を回して斜めになるといいですね。多分頭が重いんでちょっと左が引っ掛けたら右に倒しちゃうと思うんですけど、まあ、それでスライドの形になるといいなと思ったんで左寄せしてみます。これで、あ、動かない、あ、全然動かない、まあこういう、そういう倒れ方か。ちょっとこれはまだずり上がんないんで寄せ強めで、右下の角がもう少しバーの上まで行ってほしいです。これで、あー、ダメかー。そしたら寄せ甘めで両アームで箱下持ち上げて一気に乗せていきたいと思います。両アームスライドできるか、いけた、いけたけど、あーダメか、転がったか。ちょっと転がったんでスライドが今もう平行移動しないとできないので、つまみ上げ的なところを狙ってもうちょい奥ですね。今沈んでいる側が多分軽いんで持ち上げやすいはず。あー、いいんじゃない、いいんじゃない。これで一気にいけなかったか、マジか。そしたらもう一度角度をつけてスライド狙いでいきます。左に倒しましょう。回っちゃうかな、どうなんだろうな、これ回るか倒れるか。回るけどそっちに倒れた。また両アームスライドでかなり奥から狙っていきます。持ち上げすぎちゃうんですけど、これでいけるか。うん、惜しい。もう一回ですね、片アームずり上げがいいかなと思います。無理かーなー、無理かな、閉じきんないかな。あー無理か、あー無理だな。奥側で持ち上げていきます。あ、いいですね。いや惜しいな今の。これはすごい微妙なとこですね。あの頂点のちょっと奥ぐらいで本体当てて、事故っても左で救えるように狙っていって、やっぱりダメか、落ちなかった。救ってください。あーダメか、最悪。一旦箱の角度を戻していきましょう。ん、これはもう形的に手前にぶん投げるしかないので、右寄せ気味で奥持ち上げて手前にコロンと倒れてくれれば熱いけど通らないな。もうちょい投げてくれないと。やっぱちょっと端幅が狭いんですよね。僕まだまだあれなんですけど、右をちょっと起こして立てるような感じで、すごい動くな。右寄せで箱に角度つけましょう。もうスライド狙いもう一回やるしかないですね。手前気味から持ち上げて両アームで持ってくるとやりたいんですけど、これで、あ、左爪がかかってないですね。左爪がかかるスポットがないんですよね。だから右だけかけて左は支えるだけって感じで。ダメだな、持ち上げすぎちゃうんだよな。取れる向きにしたいけどなかなか
いきなり、あ、いけたかな。あ、でもこれだとちょっと行き過ぎなんですよね。僕のディスプレイが結構充実しているので、反動で行きたいと思います。少し手前に出せればなんですけど、奥井戸今はそこがいっぱいだったかな。少し反動で手前に、これではダメですね。どうしよう。アームが届くかどうか。奥井戸いっぱいで。左だけ届くかな。あ、やばい、詰んでる、これもしかして。普通にやると届かないんで、左詰めでつくしかないですね。これでまあ一応もう、あ、届かんか。あ、これは届くんだ。これでなんとかいけそう。爪がかかって、うわ、めっちゃきつい。ここはもう右寄せするしかないです。フックを少し横に振って角度つけて、あー、ようやく通りそうだけど超悩む状態になりました。手前バーストですかな。行ってみますか。その方が事故は少なそうなんですよ。これでやばい、ダメか、行くかも。惜しい。さっきのバークロスもあんま良くなかったですね。バークロスしてしまうと多分左が箱の手前に入っちゃうんで、そうすると浮かせてしまう可能性があって、あ、これも左爪入ってない、やばい、危ねえ、取った、危なかった、なんとか取れた、よかった。じゃあ次はバニーミクさんですね。多分これ頭重心の予想なんで、真ん中奥より左寄せで右に立てていきます。細長い箱なんで、これで立てれると思いますけど、箱が長いんで、手前旬は難しいかなと思うので、甘めの右寄せです。やばい、バーティッシュしてるけど、まあ多分これは入るはず。これで、あ、いいっすね、いいっすね。あんまりパワーが入ってる感じはしないんですけど、あ、やっぱりなんかちょっと奥に引っかかってるんですね。もう少し奥気味からいってみますか。奥に引っかかってるけど、まあその間になんとか奥に投げるようなところでいきたいですけど、引っかかって、あ、引っかかってそこでパワーが抜けてますね。僕のバーに当たってパワー抜けてるんで、ちょっと地道に振っていくしかないですね。あ、そろそろいけそうかな。いやー、でも今の感じ裏重心じゃないかもしれないんで、このまま行くと手前に嫌な形の横ハメになる可能性があって怖いですけど、どうだ？あ、やっぱりダメだな、これ。多分頭側、多分裏側じゃないですね。頭側が多分裏じゃなくて、まあ真ん中寄りかそんぐらいかなと思うので、ちょっと真ん中ぐらいで、はい、こんな感じで手前に返します。あれ？あれ？返んなかったな。全然予想と違いましたね。普通に裏重心なのかもしれないです。左爪が箱下に入ればいけるかな。入ってない。入ってないですね。もっと奥からいけるかな。左爪が箱下に入れば持っていけるんじゃないかと。入って。これで、いける。あー、やばい。落ちてほしかったな。これ若干怪しくないですかね。バークロスしておきます。少し手前に出す。あ、やばいかな。奥行っちゃうかな。あー、やべえ。やらかしたんで、ちょっともう一回やります。あれ、え、なんでこれで持ち上がるか。あ、なんだったんですかね。手前を一回剥がしたんで、これで持ち上がるんじゃないですかね。ベタベタってことですか。ああ、そういうことなんだ。ようやく戻ってきましたけど、まあさっきよりもたまりが浅いんでスライドしやすいんじゃないですかね。これで爪が入ってる、ギリギリ。あ、いいんじゃないですか。あー、決まりましたね。ちょっと押し込んでみようかと思います。あれ、はまったか？落ちないか？これ。おー、危ない。横に立てていきたいです。左奥払っていきたいけど、なんでこれ触れないんだろうな。で、ダメかな、なんか怪しい。あー、ダメだ。お、お、お、なんとか
復帰しました。ちょっと右翼を押し込んでみようかなと。押しが強いんで、これで、はい、逆立ての形。手前を振って、スライドの形を作りたいですが。もう少し寄せてみます。寄せすぎな気がするな。大丈夫かな。あー、大丈夫だった。もう少しだけ振っておきます。ちょっと寄せすぎかも。やばいか。うん、大丈夫そう。じゃあ次、あとはスライドで決めに行きたいところですけど、多分なんか奥側の方が軽そうに見えるんで、いけるんじゃないかなと。危ないな。なんで即なんですか、マジで。ちょっと押しが強いんで、ここ狙ってみましたね。この辺狙ってみようかと。あー、ダメか。滑ったか。何も起きないでください。うん、大丈夫です。これ以上送るともう詰んでしまうので、ここでとりあえず戻します。押して、あー、通りそうだったけどな。惜しいな。左寄せでバークロスぐらい。バークロスできれば、これで箱を右に立てて、それでもう落ちるはず。あー、決まりました。じゃあ続いては、この巣場のめぐみ行きます。さっきのアルベドとほとんど箱の形は一緒な気がするんですけど、端幅が若干広い気がします。なのでこっちの方が取りやすそうですね。普通に縦はめがいいんでしょうか。斜めはめとか作った方がいいかもしれないですけど、あ、これは横に立てれるかな。そんなことなかった。トップを左に振ってスライドの形を作ります。ちょっとまだ早そうですけどね。一旦スライド狙いでいきます。しっかり箱下にアームが入って持っていければ。おお、そっちか。かなり頭重いですかね。悩ましい。これ奥まで行かないかな。手前ついてバーの上に戻します。はい。そのまま行ったら嬉しいけど、ね、釣らないか。あ、よかった、来た。これは通るでしょう。サブライちょっと怪しいんで、一回押してからにしますかね。これで押し込めればと思ったけど、ダメ。あー、ダメか。もう一回やり直し。これでついて、これでチャブ台できなかったらショックだな。奥移動ここいっぱいです。いけるかなー。あー、なんとか奥まで入ったんでいけそうっすね。は、マジか、最悪。本当にめちゃくちゃ悲しい動きだったんですけど、頭重心ということが分かったので、まあ、真ん中ぐらいに左寄せ入れてみて、斜めはめの形が作れるといいんですけど。あー、そんなことないか。でかいです。ブレー。おー、いけました、よかった。じゃあ次はライザのアトリエ。細長い箱なんで、まあ横に立てます。ちょっとお金があと2000円しかないんで、この後クーラーも取らなきゃいけないし、そしたら手前旬をやります。倒れるだけにならないといいんですけどね。あー、そういうこと。倒れるだけか。右寄せで左、まあ下に隙間が少しあるんで、これでハマりました。これは多分寄せきれないので、側面回しでいきます。これで回れる、回るか。寄せきれてないけど、お、いけるか。うわ、残った。マジか。細長い箱っていうのが気になるんですけど、これで肘でちょっと払えば落ちる。あ、ず、あー、よかったよかった。じゃあ続いては、クーラーの台やっていこうと思います。クレナ3なので右寄せで、なんかあんまりアームが開いてないし、いつもよりちっちゃいのか、これ。どうでしょう、手前重心ですかね。あまりパワーを感じる動きではなかったですね。手前側にちょっとアーム入れて、ちょっと BC 狙いをしてるんですが、あんまりいいとこ入ってないかな。これぐらいかな。BC 狙いで。
しまったんで、あれどうだこれ戻せるかな。じゃあ BC したらちょっと手前に転がってしまったんですけど、もう一回狙います。これでどうかな、さっきいい感じに転がったんですけどね。ああ、いいかな、いいんじゃないですかね。回しちゃえばはめられる、バーにはめれる形になるかも。背が甘すぎた。うわー最悪。あ、でも大丈夫か。おおってのが心配ですけど、まあ、あの気にしてかな。これだと入らないです。あ、入ってたんですね。いいから入るのが絶対いいんですよね。あー、なんでそうなんのか。それでも、いけるはず。まあ、マジか。一番奥のバーの手前ぐらいに入れて、まあ、戻すしかないんですけど、それで、手前が重いんだら戻ってくるはず。お、回ったんですけど、たまりもかなり深くなったんで、ギャン寄せで、あ、寄せすぎたかな。パタームでずり上げ。できます。何も起きないのか。あのバーのちょっと奥っすよ。入れて振りながら落とす。あー、奥行きすぎてんな、これダメかも。奥行きすぎだけど、あー、かん、うん、ダメっすよね。左奥払っていきましょう。かけはめですよね。肘で動かせるかな。あー、でもちょっと手前沈んだ気がする。で、あの、ドラゴンボールジェットのあたりを滑らせて入れる。そう、これですよ。これは行くんじゃないですか。これで行かないけど、ちょっと沈んだかな。もう一回。ドラゴンボールジェットを滑らせる。滑らせて奥まで入れる。これで、本体と肘でずらしながら、手前を外して、あー、やっと行けましたよ。次は、クーラとセットの悟空ですね。あ、クーラと同じぐらいのとこを狙ってみます。あ、クーラよりだいぶ手前ですね。そしたらまあ縦はめで、クーラよりは手前が重いんであれば、もう少し縦はめしやすいんじゃないですかね。まずは、入ったか、危ない。これで縦はめ進めていきます。あ、全然動き、なんでしょうね。え、そっち、表重心か。まあでもだいぶ、クーラーの台よりは動きが良くて、やりやすいですね。プレナスリーの台結構きついんで、まあこれぐらいパワー入れてくれると嬉しいですよね。これで、あー、立っちゃうのか。危ね。寄せを甘くしますか。右爪も入れて、右爪で支えながらでないと、横に立っちゃうので、これなら、これで振って、あ、ダメか。じゃあ隣の台に移動します。もう一回手前狙いですけど、少し手前、さっきよりも手前です。あー、こんな手前なのか。ドラゴンボールジェットぐらいをついていって、そっちか。少し奥寄りに入れて手前に返せるかな。で、なんだろう、反動で奥に戻ってきてくれないかなと。あ、ダメか。じゃあ初期位置からやり直します。かなり重心手前なんで、まあ手前寄りから入れていきます。ちょっと手前すぎたかな。でもこれぐらいでもいいんじゃないかぐらい手前な気がするんですけど、さすがにそれはないか。ちょっとだいぶ疲れてきたっすね。そろそろ終わりにしたいですけど、これ取んないと終われなくて。どうなんだろう、手前重心なんでこれはダメかな。触れるか。あー、触れた。おー、いいですね。触れました。ちょっと試しに左移動いっぱいまで行ってみて。ダメっすね。触れるかなと思ったんですけど。そしたらば、僕をギリ寄せで、肩アームでスライドを狙っていきます。肩アームなら、角より奥に入ってれば、ギリ上げが、あ、できましたね。そしたら次は、両アームでスライドしていきます。右爪が補助に入って、それで横に立たんように、あ、いけましたね。決まった。
で、最後はフィグライフ行きます。箱もちっちゃいんで、横に立てれれば熱いっていう感じで、寄せがめちゃくちゃ甘いですね。これでも立ったなぁ。ほい、ひょーっと。あ、行きました。したら手前一瞬ですよね。ここの、まあ微調整が結構大事なんですけど、バークロスにこれはなっちゃったか。バー停止が一番いいですけど、これで、うん、いいですね。あとは片手でちょっとまずはずり上げていきます。で、あとは右寄せで、まあちょっと残ったところ、バークロスぐらいで外していきます。あ、ちょっと差し上がってなかったか。いけるか。あ、よかった。危ない。これで箱を立てれば落とせるんじゃないかな。あれ？粘られてしまった。そしたらまあ右寄せで今度は真奥っすね。これで落とせるかなと思います。あれ？はまったー。マジっすか。おぉ、落ちました。よかった。個数制限ないので、もうちょっと取っていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。